映画はフィルムで作られていた。シーズン3。第1回。お待たせしました。シーズン3は私の持つ資料と、ネット上で得られる一次資料を精査してフィルムが映画制作に及ぼした影響。貢献を技術的な立場から洗い出し、フィルムの果たした役割をまとめていきます。ご期待ください。第1回目は、ビスタビジョン。成り立ちと 1.85:1 のアスペクト比。まずこの英文資料をお聞きください。A personal message from Adolf Zukor. It has always been our policy that pictures should be capable of being played in any theater in the world. Therefore, we recommend standard sprocket whole film and standard position, single, optical soundtrack. To improve the exhibition of pictures,We do feel that screens should be as high and as wide as the theater can install. A year ago last May we released Shane, as the first of the widescreen pictures from Paramount and have since perfected the VistaVision process to still further improve the definition and quality of picture. The first of the VistaVision pictures to go into release will be White Christmas, to be released in October. Perspecta sound has been added to VistaVision prints and may be used, if desired.By any theater which has the proper equipment. With regard to the shape of pictures on the screen, we are convinced that the most artistic shape is in a ratio of approximately 1.85:1, and we also find that this shape best fits the great majority of theaters. In the future we are confident that the best in the presentation of motion pictures will be obtained with VistaVision prints shown on a high, wide, seamless screen of this shape, and using excellent projection equipment.Adolf Zukor Chairman of the Board Paramount Pictures Corp アドルフ・ツーコ、パラマウント・ピクチャーズの発言です。解説しますと、標準のパーフォレーション、標準のイメージエリア、シングルタイプ、オプティカルサウンドトラックのプリントが世界中のどの劇場でも上映できるべきだというのが私たちのポリシーです。昨年5月にパラマウントから最初のワイドスクリーン映画としてシェーンをリリースして以来、ビスタビジョンプロセスを完成させ、画像の解像度と品質をさらに向上させました。リリースされる最初のビスタビジョンの映画は、10月にリリースされる。ホワイトクリスマスです。パースペクタサウンドがビスタビジョンプリントに追加されており、必要に応じて、適切な設備を備えた劇場で使用できます。スクリーン上の絵の形に関しては、最も芸術的な形は約 1.85:1 の比率であると確信しており、この形が大部分の劇場に最も適していることも分かっています。将来的には、ビスタビジョンプリントをこの形状を幅の広い継ぎ目のないスクリーンに投射し、優れた映写装置を使用することで、映画の最高のプレゼンテーションが得られると確信しています。このようにビスタビジョンは最初から 1.85:1 で上映しました。この当時の劇場をよく表している作品がありますので、客席とスクリーンの広さ、ワイドを実感してください。雨に歌えばアカデミーサイズ 1.37:1 です。スタジオ側は、最適なワイド感を現状のフィルム上映システムで出すための方策を考えねばなりません。ビスタビジョンは撮影はイーストマンカラーネガを使います。横走り8パーフォの絵です。アカデミーサイズ 1.37:1 の2倍のネガ画像面積があります。当然流畅性が良くなります。しかしこのままプリントして配給するとフィルム経費が2倍に膨らみます。確かに横走りのプリント、映写機も作られ上映もされました。しかし主要劇場に限られました。シェーン。でのテストはテクニカラー大トランスファープリントのブローアップ映写の性能評価を兼ねていました。したがってビスタビジョンはテクニカラープリントを使って 35mm の上映が前提条件でした。テクニカラー大トランスファーフィルムは白黒フィルムですので流畅性には問題がありませんでした。ビスタビジョンの 35mm 縮小版がワイドスクリーンとしてシネマスコープに対抗できることを証明しました。この頃のイーストマンコダックのカラーポジではワイドスクリーンに耐えられなかったのです。
ことです。このスクリーンが 1.37 ですから、カーテンいっぱいに開いても 2.0×1 いくかどうかです。ステージいっぱいにスクリーンを広げても縦方向の2倍程度でしかありません。ですからシネマスコープでは縦方向のバリマスクを動かしました。正式には 1.85 ワイドと言いますが、 35mm のイメージエリア面積の 69% でワイド画面を作れました。1950年初頭はテレビが普及して映画界は危機に瀕していました。ワイドスクリーン化は必須条件でした。余力がある興行主であればワイドスクリーンを導入できますが、劇場によってはワイド化できない劇場も出てきます。ですから、上下のバリマスクを動かしてシネマスコープの場合、2.55×1 を作ったと思われます。スクリーンを変更するにはなと、MPAA などが主導してマックスウェルハウスルールを作り、映画館の上映環境に関するガイドラインなどの基準を作り指導したようです。映画のワイド化は1953年シネマスコープ、1954年ビスタビジョン、1955年トド栄養、1956年テクニラマと続きます。チャイニーズシアターを模したセットですが、当時の劇場をよく表しています。ビスタビジョンのカメライメージエリアが外側です。1.66×1。内側のラインが 1.85×1 の上映イメージエリアになります。ビスタビジョンを70ミリにプリントした場合、左右にサイドパネルが入ります。テクニカラーの大トランスファープリントです。上下に余裕を持ってプリントされています。ビスタビジョン上映の磁気サウンドプリントです。1.85 のサイズでプリントされています。これは SMPTE が作った 35mm フィルムのイメージエリアの基準フィルムです。RP40 と言います。映写では横の数字は825が基準です。シネマスコープは縦690、1.85 サイズは縦446です。この数字はインチを1000倍したものです。His pain. Go the distance. It was you. No, Ray. It was you. I saw him years later when he was worn down by life.
look at him. He's got his whole life in front of him, and I'm not even a glint in his eye. What do I say to him? Why don't you introduce him to his granddaughter? Hi. Hi. Just wanted to thank you folks for putting up this field, letting us play here. I'm John Kinsella. I'm Ray. ビスタサイズと業界の方はよく使われますが、ビスタサイズという言い方は規格にはありません。1.85 ワイドです。ヨーロッパビスタは 1.66 ですが、ただ単に、1954年当時ヨーロッパでは、お金がなくてスクリーンを変更できず 1.37 のスクリーンを、そのまま使ったというのが真実です。35ミリのフィルムは非常に便利にできていて、フラットの 1.37 対1アスペクト比で撮影して上映時に 1.85 のマスクをかければワイドになります。1954年から始まったビスタビジョンは1960年公開の片根のジャックが最後の作品となりました。フィルムが改良され、ラボの技術も向上し、テクニカラー並みの画像がイーストマンカラープリントで撮れました。短い期間ですがビスタビジョンで撮られた作品は現在でも最高画質でスキャニングされ保存されています。その後イーストマンカラーネガ ECN2 が発売され、オーバンカラーネガの時代は終わり、35ミリフィルムでの撮影にとって変わります。Is there a heaven? Oh, yeah. It's the place dreams come true. This is heaven. Good night, Ray. Good night, John. Hey, Dad?You want to have a catch? I'd like that. Thank you.
1989年のフィールド・オブ・ドリームは 1.85 のワイドスクリーンをうまく使った傑作です。ビスタビジョンの果たした役割は非常に大きいです。そして廃止の原因がコスト高だったことを忘れてはいけません。この教訓はデジタルシネマの現代にこそ生きる教えです。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。